さあ、皆さんこんばんは。無限数ゲーム実況チャンネルでございます。本日はですね、新しい新ゲームをやっていきたいと思います。その名もキャプテン翼ライズオブニューチャンピオンズ。キャプテン翼の新しい販売されたばっかりのゲームですね。こちらをやっていきたいと思います。その少年はサッカーボールと共に育った。11歳となった少年は引っ越してきた南葛市で運命の出会いを果たす。ブラジルサッカー界のスターロベルト本郷、そしてもう一人、天才サッカー少年ゴールキーパー若林源三。この二人との出会いから少年の本当のサッカー人生が始まった。仲間そしてライバルとの度重なる激闘、その中で育まれた友情、絆、そして別れ、その全てが少年を強くした。運命の出会いから4年後、数々の試練を乗り越え、少年は今世界へと羽ばたく。少年の名は大空翼、キャプテン翼。さあ、ではですね、モードとしてこのドラマチックストーリーを進めていきたいと思います。エピソードオブ翼ではなく、このエピソードオブニューヒーローというのをやっていきましょう。オリジナルストーリーとしてエリートプレイヤーとその仲間の選手たちとの育成を行います。はじめは主力選手ほどの能力はないエリートプレイヤーですが、試合やイベントを通してさまざまな選手との交流を含めステータスアップやスキルの取得を行うことができます。エピソードオブニューヒーローが終了した時のステータスや取得スキルなどの状態が最終的な選手の能力になります。学校選べるね。どうしよう、もちろん東邦学園だ。ミッドフィールダー、フォワード、イエス。やっぱ点取ってなんぼだからね。完了。さあ、エピソードオブニューヒーロー東邦学園編がスタートします。楽しみ。大空翼、日向小次郎をはじめとする日本サッカーの黄金世代が集結した全国中学生サッカー大会は、激闘に次ぐ激闘の末、南葛中と東邦学園の同時優勝で幕を閉じた。そしてそれは新たなる始まり、新たなる始まり、黄金世代の新たなる挑戦の始まりであった。なるほど。だからこの主人公が黄金世代の一人としてやっていくってことだね。フランス国際ジュニアユース大会が中止？ええ、はい。そんな、わかりました。急ぎ本部に戻ります。片桐君、今の電話は？フランス国際ジュニアユース大会が中止とはどういうことかね？はい、まだ詳しいことはわからないのですが、全国中学生サッカー大会後に我々が参加予定だったフランス国際ジュニアユース大会が中止になったとの発表があったそうです。また同時に新たな大会、ジュニアユースワールドチャレンジがアメリカで開かれることも発表されたと。これに参加するのかな。じゃあそれで新たな大会の運営からサッカー協会本部に大会への招待の知らせがあったので、早急に情報収集に当たってほしいとのことです。三上さん、一緒に本部へ向かいましょう。ああ。
うん、片桐君、ひとまず集めた情報を整理しよう。はい。まず新たな大会、ジュニアユースワールドチャレンジは再来月に開催されるということです。その大会の参加国ですが、フランス国際大会に出る予定だったいくつかの国が参加を辞退、代わって多くの国が新たに参加しています。主なところで言いますと、開催国のアメリカ、アフリカのホープ、セネガル、伝統の強豪国オランダ、オランダね、そしてサッカー王国ブラジル。厳しいな、強豪ばかりじゃないか。それにしても、あの噂はそういうことだったのか。噂ですか。ドイツから帰ってくる直前、向こうのサッカー協会関係者が話していたんだ、フランス国際大会に招待されていないことに不満を持った国々が協力して何か計画しているらしいとね。しかしそれはフランス国際大会への参加を求めることだろうと彼らは言っていた。それがまさかフランス国際大会が中止、さらに新たな大会の開催だったとは。なるほどね。これもだからキャプテン翼の中で、ま、フランス国際大会前の来月中旬、全くない新しいエピソードの話ってことか。日本代表の強化試合として予定していたイタリアなどのジュニアユースチーム、そしてドイツとオランダのクラブチームからも試合をキャンセルしたと。ドイツといえばね、シュナイダーがいるからな。おそらく向こうの協会が代表強化のためにスケジュールを変更したのだろう。それらの国だけではなく、フランスなど他の国々も同じようなことを考えているに違いない。我々はフランス国際大会の参加国を前提に戦力を分析し、代表強化策を練ってきましたが、新たな大会は間違いなく我々の想定を大きく上回る激戦が続くことになりますね。その通りだ。いかに大空翼やヒューガたち黄金世代が育ってきているとはいえ、我々の見積もっていた戦力で新たな大会を戦うのはかなり厳しい、我々はもともと全国中学生サッカー大会終了後に代表候補選手を選んで合宿を行い、そこで代表選手を選抜、その後欧州に遠征し強化試合を行ってフランス国際大会に臨む予定でした。しかし強化試合がキャンセルとなれば欧州遠征は中止せざるを得まい。となると全国中学生サッカー大会終了から新たな大会まで1ヶ月以上も期間が空いてしまう、我々は外国の強豪と試合をすることで選手たちに刺激を与え成長を促すつもりでしたが、今から他に強化試合の相手を求めるとなると、かといって国内ではそれほどの強豪は多くありません。空いた1ヶ月を有効に使えるとは言い難いです。じゃあどうすんの？片桐君、時間はないが我々も代表の強化策を練り直さねばなるまい。はい。日本サッカーの成長にとってこのチャンスを逃すことは絶対にできません。お、これはヒューガだ。かっこいい。わ、アニメーション。わあ、すごいアニメーションだ。もっと前へ出ろ。若島津さん、1年も2年も随分気合が入ってるじゃないか。当然ですよ。東邦学園サッカー部は全国中学生サッカー大会で優勝してナンバーワンになったわけですからね、みっともない試合はできません。次の目標、連覇に向けて頑張らないと。そうだな。あれ、そういえばヒューガさんはまだ部室じゃないか。ヒューガさん、優勝して満足したのかな。いや、ヒューガさんが満足なんてするわけないさ。すでに次の目標に向かっている。そうですよね。ヒューガさんなら高校生になってもきっと日本一に。大変だ
今までは追う側だったが、全国ナンバーワンチームになった今、アニメーションめっちゃ長い。これはもう不要だ。これからは追われる身だが、俺はこれからも俺のサッカーを貫く。ニューヒーローリーグ、なんだそれは。はい、新しいリーグ。来月アメリカで開かれることになったジュニアユースの国際大会に日本も参加することになったんですけれど、その大会に出場する代表選手を選ぶために開かれるエキシビションのリーグ戦のことだそうです。なるほど。つまり代表選考会みたいなものってことか。はい、サッカー協会からそのリーグ戦への参加要請が来て、学校もそれを受けたと監督代行から聞きました。で、そのリーグ戦は俺たち3年生も参加できるのか。はい、1年生から3年生まで誰でも大丈夫だと。そうか、代表選考か。なあ、それもち、どんな学校が参加するかは聞いたか。全部は聞いてないけど、南葛とか富良野とか全国の強豪校が参加するって言ってたな。南葛。南葛がってことは翼さんも。なるほどね。ああ、間違いなく出てくるだろうな。リーグの組み合わせ表ってもうできてるんですかね。どうだろう、後で監督代行に聞いてくるよ。さあ、主人公が全く出てきません。たけし、部員を全員集めてこい。すぐにだ。は、はい。というわけで、そのニューヒーローリーグってやつに東邦学園サッカー部も参加することになった。このリーグ戦は代表選考がかかっているとはいえ、あくまでもエキシビジョン、公式戦じゃない。だがこの前の全国大会で俺たち東邦学園は優勝した。つまり俺たちは全国ナンバーワンのチームだ、ならばたとえエキシビジョンであっても、ね、負けるわけにはいかねえ。不甲斐ない試合はできない。そうだろみんな。はい、この2年間俺たちは打倒南葛を目標に厳しい練習を積んで試合を戦ってきた。しかし王者となった俺たちのこれからの目標は違う。新しい俺たちの目標、それは王者として全ての相手に勝ち続けることだ。だからこのニューヒーローリーグ、俺たちは必ず全勝する。東邦学園の勝つサッカーをもう一度日本中に見せつけるぞ。いいな。はい。ニューヒーローリーグの概要と組み合わせ表もらってきました。よし、見せてみろ。そうか、全部で14チームの参加で7チームずつに分かれてリーグ戦なんだな。東邦学園のリーグには A と B に分かれるってことな。南葛、武蔵、富良野。あ、めっちゃ強豪ばっかりじゃん。代表選考を兼ねているってことは、おそらく力が近い相手を同じリーグに置いているんだろうな。こいつらを相手に全勝か。歯応えのある奴らばかりで戦いがいがある。楽しみになってきたぜ。キャプテン、実は思ったことがあるんですが。明かします。なんだ。全国大会の決勝戦、俺たちは翼が率いる南葛と互角に戦い、両校同時優勝を果たしました。今回のリーグ戦、俺たちと南葛の試合は最終日の最後の試合です。それまでには翼の怪我も回復しているでしょう。それを考えると俺たちはもっと実力をつける必要があります。うん、若島津の言う通りだ。
翼の怪我が治れば南葛の力はもう一段も二段も上がるはずだ。さっき俺は打倒南葛は目標じゃないと言ったが、リーグで全勝するためにはやっぱり南葛をどうにかしなきゃならねえか。どうする？ヒューガさん、提案があります。なんだ、言ってみろ。ベストの南葛に勝つためにみんなのレベルアップが必要なのはもちろんですけど、もう一つチーム力を上げるために新戦力、新しい選手を入れるのはどうでしょう。ここで主人公が、東邦学院には僕たち1軍の他に2軍や3軍にも選手がいます。彼らの中から一人でも戦力になってくれれば。それはいいな。俺たちにとっても下から選手が上がってくれば大きな刺激になる。ああ、チャンスがあれば2軍や3軍の選手もみんな必死になるだろうな。ええ、ですからそういった選手を集めて選抜テストをするのはどうでしょう。なるほど、いいかもしれねえな。よし、たけし、一回監督代行に話をしてみてくれ。はい、わかりました。なるほど、まずは選抜試合になるのかな。戦力の底上げか、たけしも考えたな。もちろんそれも重要だが、今のたけしの提案、俺たちにとってもう一つ大きな意味がある。と俺は思う。え？それは来年以降のことですか？ああ。どういうことだ？今の主力である俺たち3年生はもうすぐチームを抜ける。そうなると新チームを支えるのはたけしだ。だが俺たちが抜けた穴を一人で埋めるのはさすがに難しいだろう。そうだな、いくらたけしでも一人では荷が重いよな。だからたけしと一緒に来年以降の東邦を背負っていくメンバーを見つけて育てておかなきゃならない。そういうことだ。来年は王者として追われる立場になるんだからな。そうか、そうですね。追うものの身と追われるものの身じゃ全然違うもんね。大会自体はエキシビションでも、追われるものの方が結構やっぱ覚悟とか必要だもんな。参加選手のモチベーションも高いだろうし、新しい選手にレベルの高い戦いを経験させるいいチャンスのはずだ。もちろんそれもあるけど、俺の狙いは東邦学園のことだけじゃねえ。たけし個人にとっても大きな意味があるはずだ。ヒューガさん、監督代行に話をしてきました。いい提案だと思うので早速実行に移してほしいと。おお、よし、それじゃあたけし、全部員を集めろ。はい。こうして翌日、2軍3軍のみんな、これから1軍昇格をかけた選抜テストを行う。一次試験は1軍のレギュラーメンバー小池たちを相手にした1対1の勝負だ。ここでの結果を見て二次試験に進めるかどうかを決める。いいかお前ら、急な話だから準備できていないとか言い訳するんじゃねえぞ。いついかなる時も一軍に上がることを考えて日々の練習をしていれば、うん、全く問題ないはずだ。チャンスが来た時に生かせるように。チャンスは目の前にあるんだ、気合を入れろ。はい。この程度のフェイントに引っかかってどうする。もっと裏を読め。動きが単調だぞ。相手に読まれてるから簡単にマークされるんだ。まだまだ、試合本番のタックルはこんなものじゃないぞ。みんな目の色を変えて頑張ってますね。そりゃ一軍昇格がかかってるからな、必死になるさ。ですけどさすがに力不足は感じますね。いえ、
そうとばかりは言い切れませんよ。ん？小池さんと一対一をしているあの1年生を見てください。そこだ、もらった。まだまだ、その程度じゃ。お、今のは俺が作ったキャラじゃない？お、何こいつ。ほう、やるじゃないか。小池からボールを奪うなんてなかなかのテクニックだ。ですよね。1年生ってことはたけしの知り合いか？知り合いというほどじゃないですけど、入部したての時に何度か話をしたことがあるんです。名前は若島津。あの1年生チェックしておけ。はい、わかりました。よし、みんなそこまでだ。これから名前を呼ばれた選手は残れ、選抜テストの二次試験に入る。二次試験は一軍レギュラーの中に入っての紅白戦だ。ここでのプレーを見て最終合格を判断する。しっかり頑張れ。やあ、久しぶりだね。話しかけてきた。ゲーム中にキャラクターがエディットプレイヤーに話しかけてくることがあります。選択肢を選ぶことにより答えることができます。これまでのプレイで選択していない選択肢には星のアイコンを選択するとで称号を取得できる場合がある。選択肢には笑顔のアイコンが上部に表示されます。また中には返答内容によってルート分岐に影響が出る選択肢も存在します。なるほど。こっちこそ久しぶり。うん、元気そうでよかった。でも同じ学年の人が二次試験に残ってるなんてやっぱり嬉しいよ。今の一軍に一年生は僕だけだったからさ。君のポジションはフォワードだったよね。そうだよ。知っての通り東邦学園は競争の激しいチームだ、うん、技術はもちろんコーチたちに認められなければ一軍に上がることはできない、うん、だけどそのチャンスが今目の前にあるんだ。それをぜひ生かして勝ち抜いてほしい。お前はたけしと同じチームだ。おお、みんなめっちゃ話しかけてくる。同じチームだって。よし、君のプレーを僕が生かしてみせる。ありがとうたけし。ここで君が選ばれることになれば1年生がもう一人加わることになるからね。一緒に頑張ろう。相手との得点差2得点以上でサクセス、4得点以上でスーパーサクセス。試合開始。さあ、いよいよ実戦です。一回試しで試合したことあるんですけど、あんまりまだ操作内容がちょっと身についてないんで、もしかしたらあんま上手くないかもしれないです。ケイ、おーや、いきなり飛ばされとるやん。行くぞ。それタケシ、それもらったぞ。それ惜しい。やっ、惜しい。おいおい、よし、見たか。よし、どけ。よ、どうだ、ここだ。ここだ、それ。そうだよ、
OK それもらったぞ OK うまいおいおいおいなめるなくらえタイガーショット決めるオッケーよし決めたぜなめるなくらえタイガーショットかっこいいさあ、先制点うわぁオー必殺シュート打てないのかな、主人公飛ばされる。うわー止められた。惜しい。俺は絶対に負けん。ヒューガさん。くらえ。これがタイガーショットだ。おい。お。B になったよ。いけ。タックルすげえな。スタート A になったね。3-0。4点差以上つけたかったけどな。お、でも走行評価 A だ。残念ながら二次試験を合格できたのは一人だけだった。だがだからといって失望するな。これからもチャンスは何度となくある。次こそそのチャンスをものにできるように毎日練習に励むんだ。合格できたのかな。よし、それじゃあ今回の選抜テストで残った選手を発表する。無限
呼ばれた。やったね、きっと選ばれると思ってた。よくやったな。さすが、俺からボールを奪っただけのことはある。よろしく頼むぜ。期待してるからな。得点こそ決められなかったけどね。キャプテンのヒューマン、実はもうすぐ新しいリーグ戦が始まるんだが、そのリーグ戦に参加するにあたって新たな戦力を探していてな。今回の選抜テストはそのためだったってわけだ。お前も知っている通り、俺たち東邦学園は全国大会で優勝した。つまり俺たちは王者だ。どんな強豪と戦うことになっても負けることは許されねえ、うん、その負けられないチームの一軍に入ったんだ。練習も試合も決して楽なもんじゃねえ。だがその分得られる経験は下で練習してる何倍にもなる。それにそのリーグ戦は今度やるっていう国際大会の代表選考も兼ねてる。活躍次第ではもしかするとってこともある。いいか、今持てる力を振り絞って俺たちに食らいついてこい。はい、望むところです。いい返事だ。そうじゃなきゃいけねえ。よし、それじゃあ俺たちも早速練習を始めるぞ。目標はもちろんニューヒーローリーグの全勝だ。みんな行くぜ。はい。わあ、面白い。さあ、それではですね、次の試合行きましょう。さあ、早く1点取りたいね。さあ、ニューヒーローリーグ初日。まさかまたここに来ることになるなんてな。ランカスとの決勝戦からそれほど日は経ってないはずなのに、なんだかすごく昔のような気がするぜ。それにしてもまたヒューガさんたちとここで一緒に戦えるんですね。僕はすごく嬉しいです。ハードな練習すごく頑張ってたけど、体は大丈夫？物足りないくらいだったよ。そいつはすごいな。うちの練習の厳しさは全国でも1、2を争うって言われてるのに。体が丈夫ならよりたくさんの練習ができるし、練習を重ねればより上手くなる。体の丈夫さは立派な才能の一つだ。怪我をしないっていうことは十分な才能だからね。そろそろ開会式だ。やっぱりどんなに天才でもね、怪我して消えてく選手も多いから。サッカー協会が主催するリーグ戦、ニューヒーローリーグ、その開会式が間もなく始まります。今月初めに行われた全国中学生サッカー大会およびその都道府県予選で日本中を賑わせた強豪校を集めたエキシビションの大会ですが、来月にアメリカで行われるジュニアユースの国際大会の代表選考の意味合いを持つ重要な大会でもあります。強豪校同士の戦いはもちろん、代表の椅子をめぐる子と子のぶつかり合いにも注目です。今回参加したチームの中から果たして誰が日本代表に選ばれるのでしょうか。これより入場行進です。どうにかこの日を迎えることができました。この短事実でよくここまでこぎつけたものだ。まったくです。大会趣旨を理解し参加してくれた各校の関係者には本当に感謝しかありません。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されるジュニアユースワールドチャレンジ、しかもその新たな大会にはフランス国際大会よりも数多くの世界の強豪が参加してきている。想定していた代表合宿などの強化策ではそれらの国々と戦い続けられるだけの力をつけることはできない。はい、選手を大きく成長させるもの、それは試合です。そうね。そう、
そのためのやっぱ若い時ほど試合にいっぱい出るとね、たとえエキシビションの大会であろうと、その分成長する、代表選考がかかっているとなれば選手たちもおのずとプレーに力が入るだろう。全国大会で選手たちが見せたようなギリギリの戦いから生まれる実力の伸び、それがこのニューヒーローリーグでも見られれば、そしてもう一つの目的も達成できれば、それは世界と勝負するための極めて大きな力となります。ああ、あとは彼らを信じるだけだ、うん、いよいよニューヒーローリーグの始まりだ。心の準備はできてるな？はいはい、バッチリです。これから戦う相手は強豪ばかりだ。全国優勝した俺たちといえど油断できる相手はいない。むしろ全国大会の雪辱を果たすために死に物狂いでかかってくるはずだ。決して甘く見るな。はい、もちろんです。さあ、よし、俺たち東邦学園の勝つサッカー、圧倒的な強さを見せよう。日本中に見せるぞ。はい、お、ヒューガさん、どうだ、緊張してるか。さあ、楽しみしかありませんよ。いい度胸だ。サッカーに弱気は禁物だ。その度胸を忘れずにピッチの上を目いっぱい暴れ回ってこい。はい。よう、お前がヒューガ小次郎だな。お前は確か石田だな。そっちにいるのがフォワードの武井か。中学サッカーを代表するストライカーに知ってもらえてるとはな。ますます倒しがいがあるってもんだ。負けないぞ。ここでお前たち東邦学園を倒せば、お前たちみたいなモブキャラに負けないぞ。肩を並べるってこのモブキャラめ、今日の試合勝たせてもらうぜ。なんだ石田哲夫っていう古臭い名前は。そうはいくか、返り討ちにしてやるぜ。返り討ちにしてやる、負けませんよ。それにしても1年生がスタメンとは、 お前のチームも案外層が薄いらしいな。なんだ、本当に大丈夫なのか。なんだお前、どうしよう、バカにするな。すぐに熱くなりやがって。そういうやつは自信がないやつだってよく言うよな。おいおい、挑発してきてるな。俺たちがサッカーの厳しさを、試合終わった時にどっちがそのことを言えるかな。いいか、今回のリーグ戦は全国大会クラスのチームが集まって行われるレベルの高いリーグ戦だ。はい。その中で大きく活躍をすればたくさんの選手がお前に興味を持つだろう。はい。そうなればそいつらと知り合いになって交流を深めることもできる。はい。その中で競い合えるライバルを見つけられればきっとお前の成長の助けになるはずだ。はい。さあ張り切っていくぞ。行きましょう。相手との得点差2得点以上でサクセス、4得点以上でスーパーサクセスね。じゃあ4得点以上取ろうや。お聞きください、この大歓声、スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。東邦対南宇和、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。センターラインを挟んで両チーム睨み合い。おお、開始の笛を待ちきれないと凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド東邦、攻守にバランスを取る。ヒューガの隣は無限です。
最高峰の若島津くんを中心とした堅固な守備からテクニシャンの澤田くんがボールを運び、エースストライカーの日向くんがゴールを仕留めます。そしてアウェーサイド南湯は4人で中盤を構成する形になっています。この武井と石田っていうのが要注意だね。攻守に統率の取れたチームです。前線に構える武井くんは得意の空中戦でゴールを脅かします。さあ今始まろうとしています。さあ激闘の幕が開けました。ヒューガくんロングパスだ。オラオラよ、どうだ。そりゃ中パスは通るか。ああ、もしパスとパス小池横をすり抜けた。それ、これだ。うわー、やばい。テイ高島くん、ここは抜かせません。どうだ。ドリブルと見せかけてパス。須田くん、このスライディングが決まった。マジかい。高島くん、ボールを奪った。反町くん、スペースにパスを出した。須田くん、おー、抜かせません。大きく吹き飛ばされたよ。ちょっと待って、これ横にかわして突破。強いな。ここで止めた。ここはパスを出した。ヒューガくん、センターラインを決め込む。ここでタイガーパスを発揮。タイガーショットだ。ここだくん、このシュートが鮮やかに。このためにグラウンドに立っているんだ。どけ。タイガーショットだ。かっこいい。さあ、1点目。岡崎くん、ロングパスを受けます。このスライディングが決まった。ここからチャンスを作れるか。横をすり抜けた。須賀くん、激しいタックル。ヘッドでパスを送る。岡崎くん、激しいヘッド。ちょっと強えな。ここはパスを出した。主人公全然活躍できないわ。素早く横に倒す。川部くん、ボールダッシュ成功。敵陣へ攻め込みます。邪魔だ。敵陣を切り裂く。行け。タイガーポット発射。タイガーポット。ちょっと時で鋭く反応。オッケー。もう決まった。まさに日、このためにグラウンドに立っているんだ。行け。やばい、無限の評価が全然上がんない。須田くん、パスを回す。チャンスが決まった。パスを出します。それ、センターラインを越えて攻め込む。ここでパスカット。川くん、激しいタックル。須田くん、スライディングでカット。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。小松くん、ここは好きにさせません。いけ。おっと、ミスった。交代だ。体ごとぶつかっていった。このパスをカットします。東方、前半を優位に進めた。いや、前半キックオフで後半スタート。武井くん、ロングパスだ。おっと、攻守交代だ。それ、東方、ここで簡単にボールを託して勝利の一撃を狙うか。邪魔だ。敵陣を切り裂く。クラウトの一撃がタイガーショット。渡辺くん、このシュートに反応している。このためにグラウンドに立っているんだ。ハットトリック。そら、邪魔だ。タイガーショット。強い。さあ、どうだ。さ、ソリマチさん、もらったことぶつかっていった。大西くん、パスを出します。チャージが決まった。豪快にシュート。
ここからシュートを持っていく。決めろ。うわーもうシュート決まんねえじゃん。西田君素早くオーケー。体ごとぶつかっていった。よっしゃ小西君ボールダッシュ成功。チャンスが決まった。センターラインを越えて攻め込む。ここから勝負を避けた。ヒューガさん奥野選手権ここは好きにさせません。ヒューガ君のシュートを放った。ボールを受けた。ハリケータックル島野君パスを回す。小池君シュートだ。パントキックどこまで運べるか。兵藤君このボールをコントロール。スライディングで止めた。パスを出します。横をすり抜けた。敵陣を切り裂く。ここから一気に攻め込みたいところ。必殺のシュートでゴールを狙う。ここは反応しているぞ。なんなん全然決めねえ。どうこれを取るタックを決めた。反町くん素早く横に倒す。どうやったら決めれるの。パントキックどこまで運べるか。シュウガ以外シュート決まんないじゃん。このスルーパスは通る。小池くん激しいタックル。そらよし3-0 か。素晴らしいプレー。やっぱ4点決めるの難しいな。やばいね、シュートが全然だわ。2つの総合評価により選手との仲の良さを表すフレンドポイントが上昇してきます。で値まで上がるとフレンドシップランクが上昇します。フレンドシップランクの最大値は S ですが、ストーリーの進行状況によっては一時的に上限が制限されるタスクが存在します。お、パワードリブル。お、弾丸シュート。やりましたね、ヒューガさん。あ、くそ、俺たちが負けるとは。ヒューガ小次郎、とんでもねえやつだ。あいつをフリーにするわけにはいかないし、かといって徹底的にマークすれば他の選手に自由に動かれる。これがチーム力の差か。それだけじゃないぜ、石田。何？東邦学園の強さの中心はヒューガさん。キャプテンも勝つために全力を尽くす姿勢だ。確かに。俺たちはそんなキャプテンを信じて団結してプレーをしている。だから強いんだ。なるほどな。よく覚えておくぜ。まだリーグ戦は始まったばかりだ。次の試合も頑張れよ。ああ、お互いに頑張ろう。どうした石田、なんだか嬉しそうじゃねえか。へっ、いい目標が見つかったからな。これから練習の違いがあるぜ。キャプテンとしてチームを率いる姿勢、俺も見習わせてもらうぜ、ヒューガ。そして次は高校サッカーで勝負だ。なるほどね。はあ、
グラウンドの端から端までってこうやって走ると結構な距離だな。ほらどうした、こんな程度で息が上がってるようじゃまだまだ鍛え方が足りねえぞ。あとダッシュ10分だ、行くぞ。厳しい。さすがキャプテン、すごい足腰だな。僕たちだって負けていられません、行きましょう。おう、ソラ、行ったぞ。パスだ。フラタさん、パス。遅い。おお。そんなのんびりボールを持っていたら一軍では通用しないぞ。試合では1年生だからって容赦してくれないからな。タケシ、こいつと交代だ。うわ、はい、厳しい。さっきのプレーはキャプテンの言う通りだ。ボールを持ってから次のプレーを考えていたのでは遅いんだ。なるほどね。いいか、こうしてベンチにいるときに両チームの選手たちのプレーをよく見ておけ。みんなのパス回しでの動きやプレーの癖、ボールをもらうために走り出すタイミングやサイドチェンジのキック力、そういうものを頭に入れておくんだ。そうすれば次に自分がどんなプレーをすべきか、その判断が早くなる。試合中いちいち全体を確かめている暇はない。だから練習の間にそのイメージを作り上げておくんだ。わかりました。いい返事だ。今のお前は東邦学園の一軍の選手なんだ。当然要求されることも厳しい。降格したくなければ必死に頑張れ。いいな。よし、もう一回だ。こっちに来い。ほら頑張って来い。はい。よし、今日の全体練習はここまでだ。それぞれクールダウンして上がっていいぞ。いや、お疲れ様。お疲れ。あー、腹減った。確かに僕もお腹ペコペコだよ。今日の夕食の献立は何だろうね。けど君は思ったより体が強いね。疲れよりもまずお腹が空いたなんてさ。この調子ならすぐに一軍の練習についていけるようになるよ。そうだ、夕食の後一緒にランニングに行かない？学校の外だけどランニングにちょうどいいコースがあるんだ。わかった。うん、それじゃまた後でね。お待たせ。それじゃ行こう。うん。はあ、疲れた。それじゃあとはお風呂に入って寝ようか。明日もまた練習だし。あれは、すげえ。これだけ練習してボールに触れることもできないなんて。沸かします。疲れて動きが鈍ってるぞ。そろそろ上がるか。いえ、もう少し、もう少しお願いします。仕方ないな。たけし、たけし、いつものランニングの帰りか。はい、今日は彼にも付き合ってもらいました。そうか、お前も知ってる通りたけしは1年生だが一軍のレギュラーだ。サッカーに年齢は関係ねえ。大事なのはチームの勝ちに貢献できるかどうかなんだ。お前もそういう選手を目指せ。いいな。はい。あ、代表に入れるくらい頑張ります。代表に入りたいならまず東邦学園で活躍してみせろ。それもできないようで代表なんて夢のまた夢だぞ。よし、俺たちはもう少し練習していく。お前たちはもう戻って休め。
失礼します。それじゃまた明日な。スキルやムーブは取得しただけでは使うことができません。選手育成からスキルムーブ画面を選び、試合中に試合使用するスキルやムーブの設定を行ってください。スキルムーブは試合前に付け替えが可能です。わあ、次花輪中学じゃん。立花兄弟だ。はい、というわけでですね、本日のキャプテン翼エピソードオブニューヒーローはこの辺で終わりたいと思います。次はニューヒーローリーグ第2試合、花輪中学立花兄弟との戦いから続けていきたいと思います。それでは皆さんありがとうございました。バイバイ。